はい、ということでメンバーが揃いましたので始めたいと思います。将棋ウォーズ女子会。女子会はい、この女子会は、末広アンテナの七平さん、それからみなみんさん、私の3人で行っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女子会、女子会です。今までどんな感じだったんですか。今まで写真を眺めてコメントをつけたり、ね、1回目が、エリリンさんと、あとあのつつかなの一丸さんと、はい、やっ女子会でした。2回目はあのアジアジさんとして、はい、それで昨日リアルでアジアジさんとご飯食べに行ったりしましたね、はい、何々。女子会っていうのはそもそも、はい、ご飯食べたり恋愛トークしたりっていう感じ。なるほどなるほどとか言って、まあ今回ここでやるのは、まあ、写真の紹介と、はい、まあ、軽く恋愛の話をしたりとか、 あと動物将棋の話をしたり。なるほど、ちょっとその将棋の固いところから離れたコーナーということですね、はい、そうですね、はい、でなんかさっきからその南さんのところに置いてあるそれ何ですか。そう、これちょっとぜひ紹介してくれと言われて、ですね、リトルバスターズのクドリャフカのね、フィギュアです。これは、昨日 その女子会でその秋葉に行ったんですけども、はい、そういうなんかそのフィギュアとか行ってるお店で、うん、アジアジが、うん、なんかなんて言ったんですか、なんかもうフレッシュそうにあったって買ってきたっていうアジが普通に自分で、はいはい、あったって言って、うん、そうなんです。オタクのグッズをいっぱい扱ってるお店に行ったらこれを見つけてきて、はい、自分で買って帰ってきたんです。そう、別に誰かのお土産じゃなくて自分が欲しくて、あったって自分用に、はい、ね、アジ前回の時もね妖精話もしてましたけれども、はい、今でもね妖精さんな部分がまあもうだから休日とかそういうオフの日にあっても本当にペース崩れないっていうか、ほんわかした感じですごいですね、彼女は。ふわふわした人でしたね。ふわふわしてましたね、四六時中。あのアジの話になっちゃいますけど、そうそうそう、彼女とは、はい、まだ私が中学生くらいかな、はい、で彼女が大学生の時に初めて会ったんですけど、うん、まあ、その頃から見た目も何もかもが全く変わってなくて一度ねアジは怒るとどうなるの、はいはいはい、って聞いたんですよ、はいはいはい、どうやって怒るのって、うん、そしたら、うーん、こらって言われましたかわいい本当にね、アジの方が上年上なんだけどもう大爆笑でしたねちょっと今度またちょっと会うよって話が出てるんですよ、その時に聞いていますか。怒らせましょう。怒らせますかね。どうやったら怒るんですかね、うん、いやーね、相当怒らない、まあとで細川さんに聞いた方が早いと思うんですけどね。ラジさんはどうやったら怒りますか。私ですか。怒らせないですよ私は何だろう、あ、なんか自分が無視されてるような感じにさせられると、はいはい、うん、って思うかもしれない。そう、ちょっとって例えばプリン食べられたから怒ったりとかはそういうのはないですね。あ、なくなっちゃったなって思うだけで。輪に入れなくなったら怒るんですか。うん、輪に入れないのは全然構わないです。動物占い狼あ、一人大丈夫。なるほど、はい、なるほど、はい、なんか時計を投げるとか書いてるんですけど、時計を投げる、腕時計を、そうですね、ここ突っ込んで大丈夫時が、はい、あの10代の頃に、うん、あの奨励会の対局で、うん、もうこれは絶対勝ったと思った対局を逆転負けしたんですよ、はい、それでもカーッとしてて、それで自分の荷物が将棋連盟の4階の綺麗な絨毯の敷いてあるトイレに置いてあったんですよ。なのでその自分の荷物の上に向かってって投げたっていうだけで、絶対にもう壊れないっていうことは分かりきった上で投げてる。ちゃんと壊れないように投げたところ微妙に理性が残ってて、そうですね、そう、壁に向かってとか人に向かってとかじゃなくて、ちゃんとカバンに向かって、ね、うん、そうですね、カバンの中にちょっと強めに投げて入れたくらいの、あ、どっちかっていうとそういう、そうですね、それがこうどんどん話が大きくなっていっちゃってあ、うん、なんかみんな詳しいですね、うんうん、そうです、私意外と冷静ですよ地球は壊れてないかな、うん、そうね、はい、女子会とかってされたりするんですか。いや私めったにないですね、
友達いないのかな。じゃあ行きますか。じゃあ次は矢内さんもご一緒に。はい、ぜひぜひ。それちょっと演劇見に行こうって話があるんですよ。そうなんですか。何を、はい、何の話かちょっと分かんないんですけど。ちょっと、あ、言ってんのか、原さん経由、前回ゲストに来ていただいた原さん経由でちょっとお芝居の話があって、はい、ぜひぜひっていうのがあったんで。そうですね、ぜひちょっと都合が、はい、後で LINE 交換していいですか。LINE ね、私やってないんですよ。じゃあメアド、はい、やったメアドゲットします。はい、というわけでじゃあ早速、早速、はい、写真をじゃあ見せていただきたいと思います。お願いします。はい、あ、好きですね。そうですね。いや、私あんまりプライベートの写真がなくて、はい、でも今回林社長が、はい、もうどうしても用意してくれという指示を受け、はい、探しました。これはどちらに？これは草津のスキー場に行った時ですね、うん、人生2回目のスキーなんですけど。おお。ただ今回持ってきてる写真全部ね、私ツイッターとかフェイスブックに一度載せてるので、はい、あ、あまりもう見てる新鮮味が人は見てる。ツイッターにあったって言われてますね。なるほど、まあ、イケメンって言われてますね。はい、スキーは難しかったですか？2回目くらいです。そうですね、ちょっとまあ一緒に行った人に教えてもらって、うん、でその人は上手なんで、うん、教えるだけ教えて、自分いつも難しいコース行ってる間に私は一人黙々と自習っていう。教えていただいたわけでは、あ、そうですね、うん、あの最初にこう滑るんだよっていうのだけついてきてっていう感じで実践練習して、うん、その後はどうぞっていう感じだったので。はい、スキーやったことありますか？あ、私ですか、うん、はい、私あの親がスキーのインストラクターの資格を持ってて、なんかレベルが高かったです。小学生の間ずっと行ってました。2歳くらいからかな。じゃあもうすごいビュンビュン滑れちゃう。でも寒いのが苦手なんですよ、私。なので寒いからもう行かないって言って。親なめなめですね、インストラクターの、ね、悲しそうな顔していました。すごい、羨ましい。みなみんさんはどうですか？私はやったことですないですね。スノボとかも、うん、ない。あのアイススケートをスーッと滑るくらいです、うん、スケートすごい。そうですか。それ、ね、立つのも難しいっていうじゃないですか、ね、プルプルしそうですよね。あ、でもなんかローラーブレードってあったの流行ってます。あ、はいはい、タイヤが4つです、はいはい、あれが滑れる人はアイススケートは滑れますよ。あ、じゃあ私もきっと多分滑れます。やりたいです。まあでも寒いですけどね。そっか。あ、そう、インドア派だからもう引きこもりです。はい、はい、じゃあ次の写真お願いします。はい、お、お、来ました。野球、野球、はい、負けました。さっきもちょっと話したんですけど、私ホークスファンで、はい、ジャイアンツファンでっていうんで、はい、負けました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回も交流戦見に行ったんです。テレビでずっと応援してた。交流戦も見に行きました。さすが、はい、来ましたね。はい、ちょっとね、蝶野選手を応援してるので、うん、だそうです。皆さん応援しましょう、はい、応援しましょう。うん、はい、ファンクラブも入ってるんです、私ジャイアンツ。そうなんですか。あ、本格的なファンですね、うん、一応ね。そこ恥じらわなくていいですよ。堂々と好きですって言っていいですよ。よく分かってないけどファンクラブ入ってるっていう、うんうん、はい、いや、私ファンクラブとかも入ったことないんで、いや全然立派ですよ。そうですか、はい、ね、毎月ちゃんと開放が来るので偉いです、はい、それを楽しみにしてます。さっきもこれ出てましたよね、このリンク。ちょっとじゃあ後でホークスの方も一応出してください。そうですね、はい、はい、じゃあ次の写真お願いします。はい、あ、はい、これもまたジャイアンツ絡みで、ジャビット君、はい、ジャビット君です。これはまだあの開幕する前の時に見に行って、うんうん、はい、いいですね、コート着てるから。そうですね、あの春先だったかな、うんうん、はい、すっごいいい笑顔ですね、うん、めちゃくちゃ可愛くて、でも中に入ってる人がどういう人だかわからないから考えちゃダメですよ。考えちゃダメよ。ちょっとこう抱きつくのはちょっとなって思って。でも私もそれ考えちゃうタイプで、着ぐるみ本当に苦手なんですよ。あ、この間ディズニーランド行ったんですけど、はい、怖くて近づけないんですよ。あ、まあ、中に人はいないんですけど、うん、ディズニーランドだから、うんうんうん、まあ、そういう設定じゃないですか、うんうん、だけど怖くて行けなくて。分かります。写真撮れるのすごい羨ましいです、うん、でも逆にあの中に例えばおじさんとかが入ってるけど、うん、可愛いキャラの動きをしてるって考えたら可愛くないですか？それちょっとダメ、逆にダメですか？ダメですか？頑張ってるのって応援したくなるんですけど。
女の子だったら嬉しいかなって女の子って思いますよね、うん、そういう夢は見れますね。女の子だったらきっとやめましょうかやめましょうこの話は夢が私中に入りたいんですよ着ぐるみの。あ、でも一回は入ってみたいのは分かりますけど、うん、暑いらしいですよね。そうなんですか。冬とかにやりたいですね、うんうん、なんか女流棋士会のね、はい、なんかゆるキャラとか作って。ああ、なるほど。中に入りたいんですよ。矢内さん入っちゃダメですよ。でなんか子供たちになんだこれとかって殴られてるあ、ひきかくくんがいるじゃない。ひきかくくん、あれはどちらのキャラですか。あれは確か飯島七段 のキャラクターなんかじゃないですかね。なるほど。というわけで、あの将棋連盟さんの方は、はい、着ぐるみを作るという仕事ができました今はい、はい、じゃあ次お願いします。おあ、これはあれです、はい、ディズニー、あ、Cですね。Cですね。行ってきましたよ初めて行ってきました。あ、初めてなんですか。そうなんです。ランドも12歳の時以来行ってないので、うん。あ、そうなんですね。アジアジはすごい何回も行ってるって言ってて、女流棋士たちが、はい、あの何人かで毎年ね行ってたんですよ、うん、ディズニーランドに。で私も行きたいって言ってたんですけど、うん、いつも私の対局の前の日とかそういう風になっちゃってたので行けなくて。はい。でこれは旦那さんと行かれたんですか。はい、そうですね。っていうかもう今回の写真全部ね旦那さんが撮ってる。聞けばよかった最初から。いやいやいや、お友達いないから行きましょうじゃあ。なるほど。あの楽しそうで、またいい笑顔で、でも結構行かれますしとか。私実はディズニーランドしか行ったことないし、修学旅行でしか行ったことなかった。あら、なるほど。あんまり楽しめなかった感じですね。修学旅行とかだと時間も割れてますし、ね、時間が全然なくて、うん、アトラクション2つ3つ乗ったぐらいで終わっちゃって。なるほど。しかも休日とかで。いや、あ、平日だったんですけど、うん、天気もあんまり良くなくて。あ、そうなんですね。なるほど。じゃあ次女子会するときは大勢でディズニーシー行きますか。貸し切りましょう。それはちょっと、ちょっとお金が足りないですか。そこで将棋の大会とかやったらどうですか。いや、私そこはせめてアトラクション乗りたいかな。わかりました。すごい発想がありましたね。ありがとうございます。うん、そうですね。ヒーローズの力でスポンサー待ってます。はい。そうですね。じゃあ、あと質問がいくつかあるんで、はい、と。あ、そうなんですか。はい、そうですね。ちょっとさっきも、ま、打ち合わせしたんですけども、はい、矢内さんといえば吹き矢なんですよ。イコール、はい、って言われたんですよ。はい、林さんから。吹き矢ね。吹き矢で、はい、はい、そこら辺のエピソード多分皆さん聞きたいと思うんで、ぜひ。気になる。吹き矢ね。私ね、もともと子供の頃から、はい、弓道がやりたかったんですよ。かっこいいですね。でもなかなかやる場所がなくて、うん、でそうこうしてこうネットとかで調べてるうちに矢つながりで吹き矢にヒットし、友達と一緒になんかそういう専門のところに行ったんですね、はい、で吹き矢っていうとこう忍者とかの、そうですね、ふって竹とかで、スポーツ吹き矢って筒が1メーター20センチもあって、え、持つのも大変じゃないですか。そうで、本当に持ち方、姿勢、はい、呼吸法全部あるんですよ。へえ、奥が深い。そうで、まあ、的が何メートル離れてるか忘れちゃいましたけど、うんうんうん、でね、本当に姿勢正して正しい持ち方をして、うん、腹式呼吸でフッてやるとピュンと飛んでってストンって当たるのが、まあ、ちょっと面白かったですね。大会とかには出たりするんですか。その時限り。そう、出ようかなって一瞬思ったんですけど、ね、すぐ飽きちゃいましたね。やっぱやる場所があんまりね、ないので。そうですよね。広くないと危ないし、うん、ですよね。はい。でも一度はちょっとやってるんですけど、1メートルの想像がつかないですね。いや、結構本当に腹筋使いますよ、うんうん、思いっきり吹かないともちろん飛んでいかないんですね、うん、そう、その辺ヒュルヒュルヒュルンって落っこっちゃう。でダーツみたいなああいう尖った、うんうん、あの矢じゃないので。あ、そうなんですね。丸っこいんですか。そうですね。人に当たったらね、はいはい、危ないじゃないですか、うんうんうん、だからあの当たってもまあちょっと痛っていうくらいの、うんうんうん、はい、ものなので。刺さるものではないですね。ないですね、はい、
武器的なあれかと思いました。武器、もう自分の護身術とか。そうそう、危ないそうはならないですね。危ないって瞬間出てこないね。そうですね、そうですね。むしろフンキラの筒が武器になる、うん、そうかもしれない。ありがとうございます、はい、次なんですけど、新婚生活を今どうでしょうか。はい、うん、あの楽しいです。のろけていいですよ。いやでもあれ、いやでもじゃない、あのなんていうんですかね、最初からなんか落ち着いてて居心地はいいですね、はい、こうあんまりねこう、うん、ウキウキっていう感じじゃなくって、うんうんうん、え元々同棲とかされてて、してないです、ね、してなくて、はい、あ、そう、そうなんです。毎朝ご飯を一緒に作ったりとかそういうことはない、ないんですか。ですね、はい、朝は果物だけです。楽してます私は。え、旦那さんが料理作ってくれたりとか、はい、そうですか。基本的にはないんですけど、うん、でもこうやって私が外にいる間、はいはい、で家に帰るとあらお部屋の中が綺麗になってるとかっていうことはよくあります、うん、そんなに散らかしてるつもりはないんですけど、はい、綺麗になってます。家事をお手伝いしてくれるっていい方ですね、うん、ありがたいですね、うん、本当に、はい、私もあまりちゃんとできてないのは反省点なんですけど、はい、でもそこは多分知らずに知らずに支えてあげてることが多分あるとは思いますけどね、うんうん、だといいですけどね、はい、頑張ります。羨ましいですね。羨ましいですね、うん、あでその夫婦つながりで、はい、お互い何というあだ名で呼び合ってるのか。まあ私は、はい、くんづけで、うん、向こうはもうそのままですね。名前を呼び捨てって感じですか、はいはい、たまにさんづけ。さんづけ、なるほど、はい、あ、いい人ですね。ね、あ、そうなんですか。なんか雰囲気的にいいですね。ね、うん、そうなんですかね、はい。ニックネームをつけたこともないですか。特にないんですけど、ただね、あの、うん、ゲームのドラクエわかります？はい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 、私わからないんですけど、あのなんか結婚してみたら実は爆弾岩だったって言われたんですよ私。爆弾岩ってのが私よくわからないんですけど。うん、はい、うん、そういう風に言われました。爆弾岩、爆弾岩、ちょっと私の爆弾岩分かんないからちょっと後でコメントなるほど、そういうモンスターが、あ、自爆する、あ、す、自爆する、そうなん、ちょっとそれ旦那さんに聞きたいですね。結婚していた爆弾岩え、もうたまにね爆発してるんでしょうね。だからね、普段は静かにしてるのに、あ、まあ、日頃がこうクールなだけにね、やっぱ、うん、突然ヒートアップするというかかもしれない。なるほど、はい、で今ちょっと話咲いてたんですけども、はい、時間がそうですね、なくなってしまうので、はい、動物将棋ウォーズをやれという、うん、はい、やりましょう、行きましょう、やれじゃないぜ、やってくださいというご指示が出ましたので、はい、やります、はい、はい、動物将棋ウォーズ、はい、矢内さんはやったことは。私は動物将棋ほとんどやってないです。あ、これはこれはもしや、もしや、なのでお二人の対戦してるのまずは見て、はい、勉強させていただいて、うん、もし時間があったらよしかもしやりたいっていう手やりたいですね、はい、ということで、じゃあ、はい、まあ、一応9時が、はい、あのランキング発表の時間ですので、まあ、それまでちょっと遊ばせていただきたいと思います、はいはい、では、はい、遊ぶの、みんなとを、10秒のカウントダウンの後にタップするので、対局したい方は、あ、私みなみさんとやるんだと思ってたんですけど、これどっちなんだろう。あ、でもユーザー対局ですね。ユーザー対局、はい、あ、これは私がやっていいんでしょうか。やっていいんじゃないですか。七平さんと対局。お、じゃあみんなと、はい、お、私が10秒カウントダウンした時にタップしてください、はい、なので皆さんもタイミング合わせてくださいね。はい、じゃあ109876543219